篠の飲め湖は、北海道上士幌町にある湖である、東尾沼とも呼ばれる。日本の秘境百選の一つで、四国湖近くのオコタンペコ、アカン州のオ根ネ島ともに、北海道三大飛行に数えられる。北海道三大飛行の中では、唯一、直接の連絡道路がない湖である、大雪山国立公園内にあり、差別湖の東 0.7km に位置する。 熊笹の丘とガレ城に囲まれた周囲0 8トルほどの小さな湖である。差別カ山群の噴火で形成された爆裂火口でもある。湖内にはヨシが生えている。湖につながる河川がなく、枯れたヨシが固定に溜まり続けており、結果として水位が下がり続けている。今後、比較的短期間に消滅する可能性がある。 磯津筋展望地付近のがれ状は泣きうさぎの生息地になっており、岩場の穴をすとしている。時折かんだかい鳴き声を響かせる。湖にはエゾ山椒魚が生息する。付近は高山植物の宝庫で、午前立花、イソツなどが見られる。篠ノノメへの直接の連絡道はないが、南側の斜面に篠ノノメ全体を望むことのできる場所があり、ここへは、 差別湖付近から徒歩でアクセスすることができる。北海道道85号鹿追ぬかびら線、鹿里別湖畔温泉南側の白雲橋付近から、白雲山と山道をトレッキングするか、鹿里別湖畔温泉の山橋付近から、カナディアンカヌー、カヤック、手漕ぎボートなどを利用して、篠の目湖展望地西側の旧山橋で上陸し、山道を15分ほど歩くという方法である。 AB 製品の出展産業技術総合研究所、地質調査総合センター。5万分の1地質図幅、差別湖。2020年8月6日閲覧。近年は、釧路の春駆下から湖、北見のちみけっぷこと、篠の目湖で三大飛行とすることもある。おこたんぺ湖お根ねのほか、春駆下から湖、ちみけっぷ湖にも直接到達できる道路がある。 生因の出展大雪山国立公園連絡協議会篠野めこ2020年8月6日閲覧ありがとうございます